そうなの。FNS 歌謡祭はそう生バンドで、そうなんですよ。乾杯、ハートありがとう。ちょっと緊張します緊張します。本当にありがとうございます。声響く？あの音楽番組、え、そうなんかな。もうなんかね、なんか前回のことを考えるとね、涙が出てきそうになるけんね考えんようにしてるなんでこの時間、え、今日はあの割と早い時間に終わって、お仕事がで、なんか、ね、眠たくなっちゃって、めっちゃ寝てたんですよ。で起きて、もうあのやることないな、配信しようっていうことで、そうなんです。あ、でも寝起きじゃないですよ、ちゃんとメイクしました。んちょっと寝た。何分寝たんだろう。2時間ぐらい。ご飯食べた？夜ご飯？まだ。なんかさ、昼ご飯食べて、めっちゃお腹いっぱいになったんよ。ね。そんでね、そっからお腹が全然すかんくて、まあ食べてない。おきちゃんと食べに行きました。うん、公園、そう公園出ます。そうなんですよ。え、発表されてたよね1月1日の昼夜公演があるんですけど、夜公演の方に出演させていただきます。1月1日の夜っていうか、まあ、夕方ぐらい開演なんですけど、はい。で1月8日に、おきちゃんとあとさあやんの生誕祭が2公演あるんですけど、そちらにも出演させていただきます。そちらはどちらも2公演とも出演させていただきますので、お待ちしておりますありがとう。四国公演も楽しみ。 15? ね、四国、勝手に四国観光大使だけの公演です。初見さんありがとう。中村舞です。確かに四国も久々かも。もう公園自体がさ、そんなに多くないので、うん、お正月実家に、いや帰るつもりでいるよ。だからお正月っていつまでがお正月なんですか？1月、私の
あれでは1月7か8ぐらいまでお正月の気分なんですけど、お正月っていつまでがお正月なんだろう。三日のどやねや少ない、三が日少ない。成人の日、成人の日っていつやっけ、分からん。2週目ぐらいだったよね。4から仕事、5から仕事、もうみんな予定が決まってるのね。え、仕事始め4の人多い。15日か、成人の日。成人式、成人式はもう結構前に終わりました。で、成人式ね、愛媛でも出たからね、2回出てるんだよね。2回成人しました。ギュンギュン。2回した。東京でもしたから、神田明神。仕事納め何日？納めません。仕事納めいつなんじゃろうね、私も分からんのよ。皆さん仕事納めましたか？まだか、納めます？大掃除？いや絶対無理や。なんかさ、掃除の業者に頼みたい。もう掃除できんけん。掃除の業者の人に頼みたい。28までだからさ、31まででしょ。29、30、31、12、3、6連休ぐらいみんなあったりするのかな。初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身で、うわすごい、僕掃除業者です、掃除は好きですって。掃除好きな人がいっぱい出てきたかもしれない。掃除業者の人も出てきたかもしれない。嘘、マジ。ありがとう。なんか一人で掃除できん、誰かと掃除せんと無理。掃除業者の方がいらっしゃいます。頼んでってことですかね。ソラハに弟子入り。いやね、ソラハはね、断捨離が上手なんですよね。なんかさ、断捨離するよりも部屋が欲しい。めーん、部屋が欲しいよ。部屋があったら収納できるから、収納できるスペースが欲しい。あのね、なんかこう何ですか、生ゴミ的な汚さじゃないんですよ、家が。別にそのなんかもうすごいちょっとじゃなくて、物が多いちょっと感じなんですよね。でだから
部屋が欲しい。服が散らかって、もうなんか服がね入りきらん。なんか冬服しかも暑いじゃんか、分厚いじゃん。で服がもう入りきってない。でもね断捨離しようと思ってね服を一個一個まじまじ見るんだけどね、いやこれもいるね、あこれもいるね、これもいるねとか思いよったら一個も捨てれんのよ本当に。これもまだ着るね。ください。いやでも本当に多分誰かにあげた方がいいよね、それは思います、とても思います。でも多分なんか部屋のもの多すぎてどれか一個取られても何もわからんと思う。困っちゃう。鼻声って言われそうなんや、詰まったんやなんか。ああ。ください。いやなんかもうくださいって人がいっぱい。ミニマリストになりたい。いた。バキバキなんだけど、肩回そう。ワンシーズンに一回も着なかったものは一生着ない。それがね、私割と着るときあるんよ。なんかさ、次のシーズンまで寝かせる熟成タイプの服。割とあるよ。あるんよ、これが。ボールありがとう。いつもありがとう。あ、なんか、これ思いついたのはなんでかっていうと、なんかあの服ってこう買って着た時にこうなんかそのシーズンに他にも買った人がいっぱいいて被る時があるじゃないですか。それを避けるために熟成させることを思いついたんですよ。なんでなんかあともったいないっていう癖がすっごいなんかあって、なんか着ない方がもったいないんですけど、なんかね新しい服がまだ着てない服があるっていう状況がすごい好きで、なんか熟成させてしまう癖があるんですよね。でもまあ着た方がいいよね。トレンドに一周遅れて乗るタイプ。そう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 、だって私最近ポケモン GO 始めたもん。まあ、ポケモン GO 始めてからというもののもうめっちゃポケモン捕まえてますからね。私も宮城でポケモン捕まえる気満々ですからね。あ、くもありがとうございます。一周3週ぐらい遅れてるらしい、ポケモン GO。 広島はもう本当になんか私の家の周りはもう本当に毎日同じポケモンが出てきてまたおるってまたおるわって思いながら毎日毎日同じポケモンがいるんです。遅れすぎ？
でもね、私ポケモン全然詳しくないんよ。本当に詳しくなくて、だからなんかどうやってやるかも分かんなくて、ただひたすらポケモンをモンスターボールこうポンって投げて捕まえるっていう作業を延々としてるんですよね。 ポケモンって何して遊ぶん？どうやって遊ぶんかいね、あれ。なんか育てる、育てて戦わせるんかいね、よく分からん。楽しいよ、なんか収集癖あるからね。アニメとかは見てない、見たことはあるけど。ポケモン、なんかなんでポケモンをしようかって思ったかというと、なんか最近新キャラが出たっぽくて、なんかポケモンに、私も全然知らなかったんですけど、なんかホゲータっていうポケモンがいるんですけど、そのポケモンに一目惚れしたんですよ、私は。なんだこの可愛い生き物はと思って、ホゲータって調べたら多分出てくると思うんですけど、でそのポケモンを捕まえたくてポケモン GO を始めてみたんですよ。あとまあコロナってのもあったんですけど、自分が。でそしたら、最近ホゲータっていうこうポケモンが追加されたみたいで、ポケモン GO には全然いないらしくて、そうだから そうそう、なんか3人、ニャオハホゲータ、あともう一人なんか鳥みたいなやつ。かわいいホゲータ。クワッス？クワッス？なんかこうなんかリーゼントみたいな鳥。そうだからホゲータ、入り口私ホゲータなんですよ。本当にもうこんなんですみませんって感じなんですけど、こんな初心者で。 で「ポケモン GO」を入れてみました。ゲータカバ？カバじゃないよ、あれはね、恐竜？恐竜じゃないか。なんていう、恐竜じゃなくて、ああいうのってなんていうんだっけ。ワニか。なんていうん、あれ。ワニなんか。火吹くの。進化後はちょっといかついですね。まあ、進化させません。進化しないでください。 ちょっとなんかムキムキなんで、進化したら。チキンさんありがとうございます。なんか村前です。でもなんかポケモンってあれですね、なんか私もポケモン GO に出てきたやつ進化させたんですよ、一人で。そしたらめっちゃイカつくなって、ポケモンって進化させるとイカつくなるもんなんじゃない、あーなんか美女がイカつくなったなって思いながら。なんてやつ？ワンリキーみたいなやつ。 あれ進化させたらね、すっごいもうこんないいかつーってなって、そうゴーリキーになったん。前びっくりしたね、初めて見て進化後えみたいな。
もっと進化する。いやなんかすごい、ポケモンってでもなんかそう、ポケモン GO 入れて知ったんですけど、めっちゃいるんですね種類、本当にめっちゃいて、もう1000ぐらいいるのかな、種類すごいいるから、うん、なかなか難しいですね。ありがとうございます。炎ありがとう。まあコレクターでもね、なんか私めっちゃポケモン GO でもうよく怒ってるんですよね。あのなんかボールなんか投げても何回も出てくるんですよ。もう本当に何回も何回も出てきて、なんか10回ぐらい出てきた時があって、めっちゃイライラしながら相当ボール投げて、おこになりながらやってるわ。何協力プレイって、なんかフレンドとかちょっといないんで、ちょっと誰かポケモン GO してる人って本当に思う。なんか周りにポケモン GO し始めたんだよねって言っても、今みたいな言われて終わるんですよ。本当にメンバーに言っても、今かよみたいなんで、本当に誰もフレンドいなくて、もうなんか私一人でずっとポケモンただ捕まえるだけみたいな作業してて、本当にね、誰もね、そう、そうなのよ。ちょ遅かった、そうなのよ。遅かった。めっちゃ。ジムで戦ったりしてない。なんか一回やってみたらボロ負けしてちょっと逃げました。やり方わからん、やり方はねわからんけどね、説明書を読む気もないんですよ。なんかあんまりこう調べたりする気もなくって、なんかもうめんどくさくて、その説明書とか読んだりするの めんどくさいじゃないですか。なんかこうなんですか、調べたりするの。だからなんかやってるうちに分かるかなとか思ってやってるんですけど、全然分かりません。タイプあるね。何タイプ？なんかそういうのねしないタイプ。すぐやめそう。え、でもこれが聞いて意外と続いたんや。ゲームあんましない。うーん、ゲーム機は持っとらんのんよね。ゲーム機あったら多分しとるんやけどね。ゲーム機あったらいいな。サンタさんゲーム機くれないかな。なんかお姉ちゃんと一緒にスイッチを買おうかっていうことになったんですけど、一回お姉ちゃんはスイッチの次の先のゲームを見据えてるらしくて、なんか私は次が出ると信じてるみたいな感じだったんですよ。
なスイッチ結構前に流行ったじゃないですか。でもなんかスイッチブームみたいなの来て、めっちゃみんなスイッチ持ってたじゃん。予定ない。うん、そうなんすよ。そうなんす。お姉ちゃんと割り勘で買ったらね、いいんだけどね。しばらく出ないの？うん。お姉ちゃん多分マリオカート相当したい。うん。相当したい人。スイッチって持ち運びもできるもんね。なんかさ、時代が進化してさ、どんどんなんかすごい 3D みたいななったりするじゃないですか。なんかちょっと立体的な映像になったりするじゃないですか。ゲームもすごい進化してさ、でもさ、なんか平面のゲームが好きなんだよね。なんかその平面のゲームをやってきたからこそ、平面のなんか最近のゲームがなかなか慣れなくて、メタバース、なんか最近メタバースめっちゃ聞く。なんなん、仮想空間ってなんやねん。なんかメタバースって言葉をよく聞く。なんかテレビとかでもだし、そうそう、自分もそう、この間なんかメタバースってやつやったんですよ。でもなかなか難しかったですね、あれは。すごいよね、仮想空間。楽しかった。でもあれ結構難かったくないしさ、私は結構教えてもらってたんですよ。次はここに行きますとかさ、こうめっちゃ指示してもらってすごいもうやってたんですけど、みんなあれ難しかっただろうなと思って、あの空間メタバース。ありがとうございます。むずかった。いるのか分からなかった。分かる。迷子になった。迷子の人いっぱいいたよ。もうめっちゃいた。すごいメタバース。ありがとう。カフェに行けなくて。カフェに悲しい。あ、迷子、ずっと迷子だった人がいる。そうよ、もうね、大変。血も分かんなかった。あれ教えてもらったからできたけど。
もう面白かったです。なんか時代を感じました。とうとうこんなとこまで時代が来たのか、すごいな。ハイテクな世の中。まだまだ。リアルすぎると現実と区別つかなくなりそう。行き過ぎはね。仮想空間で結婚する人が出てくるかも。アバターに惚れて毎日実在しますよ。会いに来てください。現実世界でぜひとも会いに来てください。リアルで、もうすぐリアルお話しかあるじゃん。あるね。もう4年お目にかかれてない。え、待って、私って STU 入って何年なの何年なんだろう私って。STU 入って、STU 3月2010、あ、何年に入ったんだっけね、忘れちゃったよ。4年経ったんかね。で最初の頃に会ったっきり会ってないみたいな人かな。今年4周年したやん。え、待って、もう5年目なの私って。そろそろ5年。ほんとや、だから STU が5周年やったもんね。まだ Q と話したことない。え、話そうや もうベテラン？ベテランじゃないよ。ベテランではないです。目が合ったことないじゃん。だって目合うよ、ほら目合ったことないわ。ちょっとどういうことなん。握手したことある。嬉しい。コロナがね、流行る前はね、あのさ、ハイタッチ会とかもやってたよね。なんか風を待つあたりぐらいかな、ハイタッチ会とかあったんだよ。こうさ、メンバー16人ぐらい並んでさ、パン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 ってハイタッチするみたいな、一人一人ね。
なかなか目合わせてくれんかったの。嘘、めっちゃ目見るで私。そうなん？その時あれじゃ人見知りしとったんかいね。そんな時あったの？あった？やってたな。まいちゃん下向いとるイメージやばい、なんか私のイメージわお、ちょっとどういうことなの？ちょっと誰か回復させてください、あの私のイメージを。なんか私がすごい下向いてるイメージなの？マジか。もう笑ってる。すごい悪いイメージしかないみたいじゃん。本当にありがとうございます。キラありがとう。弾けてそうで弾けないタイプ。どういうこと？人見知りする人にはグイグイ行っちゃうかも。昔と性格変わった？変わったんじゃない？変わったでしょう。変わってないところもあるけど変わったところもあると思います。だから性格っていうよりかは考え方とかかな。まあいろんなことが、いろんな出来事があると考え方も変わり、そうですね、まあ、変わらないところもあるけど変わったところもあると思います。なんかでも変わったねって言われるの多い。考え方は変わるよ。でも多分みんなも変わってるよ。人は変わるよ。変化を恐れないで。キラーン。変わるのは悪いことではないですからね。もう悪い方向に変わることもあるけど、いい方向に変わることもあります。キラーン。よく笑うようになっただっては大事よ。大事。まだ咳がなんかね、ちょいちょい、でもね、ほぼ収まりかけ。なんか来年はうさぎ年、私はなんとうさぎ年ってことはきっといい年になるって思ってます。
年なんです。そう、年女なんです。イエーイ。お、同じくうさぎ年の人もいる。大人になった。24歳になります。そうなんです、そうなんですよ。来年えとが2周した。そうや、12の倍数じゃもんね。同い年ですけど24には見えません。ねえ、なんで。大人ですよ。年相応になれるように頑張ります。そう、44早いんや、人よりも。結構誕生日がね。そうなんですよ。自分の意見スパッと言える。嘘、言ってないよそんな。本当に？なんか、そうかいね。今日プンプンしてますか？してません。ありがとう。毎日そう怒っとるみたいなね。本当にありがとうございます。優しくな、もう優しくいきたいですね本当に。とろける笑顔が好き、嬉しい。なんかとろける笑顔って表現かわいい。とろける笑顔。すごい、3期生受けましたって人がいる。初見さんありがとうございます。3期生受けました、頑張って、待ってるね。ありがとう。3期生ね、オーディションね。ありがとうございます。初見さん、中村舞です。頑張って、
情熱、情熱で。何したら受かる？いやもう分かんないですよ。すべてそのタイミングもありますしね。分かんないですよ。けど、あ、そう、パッションマジで大事だと思う。本当に、どうなんでなりたいかっていうか、そのどうしてもなりたいっていうその気持ちを伝えたら、熱意を伝えたら、伝えることですね。頑張ってね。マイケパッション出してたよ。もうあのギラ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 してた。でもタイミングと運もあると思うんだ、この世の中いろんなこと。オーディションだけじゃなくて本当にいろんなことで、なんで諦めないこと、そうですね。諦めない。マイケルは正確に STU のじゃ、あ、そう、オーディション STU じゃないね、確かに。ドラフトだから。48グループだね。なんかその時のパッションが今もなんかって言われたらなんか難しいよ。そうじゃないね。なんかその時のパッションの種類がベクトルが違うかも。なんかオーディションはなんか結構負けたくない、誰にも勝ち抜くぞって感じだったし、自分がすごいもうなりたいんだみたいな感じだったけど、やっぱグループに入ったらグループですからね。なんかその時のパッションとは違うパッションって感じですけど、入った当時は結構まだバチバチしてた時がめっちゃあったけど、今はなんかバチバチではないかもね。そのバチバチも必要でしたよ、今の私になるために。おきちゃんの印象覚えてますか？おきちゃんの印象、覚えてない。おきちゃんの印象でしょ？一番最初はあんま覚えてないかも。気づいたらなんかよくいた。最初の最初ってなんか話しかけてくれたんやけどね。スルーしたん？いや、なんか答えたんよ、なんかうなずいたんよ、多分うんみたいな、うんうんみたいな言ったら、なんかおきちゃんはスルーされたと思ったらしくて、なんかね、そう、そこですれ違いが起きてた。その、それでもオーディション中よ、オーディション中の時で、まだ STU 入るとか決まってない時で、
そう、なんか私がすごい人見知りしすぎてリアクションがめっちゃ薄かったらしくて、なんか話しかけてくれたんですけど、もう私のイメージボロボロやん。なんてことなの？困りますね。バチバチ？いや全然。あのオーディション中はそんなんじゃなかったね。グループも違ったしね。のなんか。グループみたいなのに分けられとったんだけど、おきちゃんとは違うグループだったんで、そんなに話したこともなかった。 STU 入ってからよ。でも STU 入ってからの写真を見返したら、割とすぐに一緒にお花見に行ってたんですよ。ってことは結構仲良くなるのは早かったはずなんですよね。すぐお花見行ってたんだよ一緒に。あの春頃に入ったんですけど、フラワーフェスティバル？え、フラワーフェスティバルじゃないけど、5月だね、フラワーフェスティバルって。もう、おきちゃんとお花見何回か行った。普通に昼行った時もあるし、夜桜見に行った時もあるし。まあ同級生、そう、おきちゃん同級生。遠出はない？遠出ないね。遠出あるっけ？あ、一緒に愛媛行ったことあります、プライベートで。なんで行ったんやっけな、なんで行ったか覚えてないんやけど、一緒にプライベートで愛媛行ったんですよ。私の実家とかじゃないですよ。なんかあの本当に道後の方に行って、愛媛の松山の方に行って、そこまでどうやって行ったかとか覚えてないけど、なんで行ったんだっけな、なんか行こうってなったんだったっけな、覚えてないな。温泉行って、あ、そう、バリーさん、おきちゃんバリーさん好きなんですよね。まあ、でもバリーさん今治市なんでね。プライベートあまり一緒に、いや行動するよ。だって今日も一緒にご飯食べ行ったし、おきまい。でもね、一個言いたいことがすごいあるんですよ、おきまいで。もうすごい言いたいことある。これ言っていいのかな、言っちゃダメかな、めっちゃ言いたいんだよね、おきまい関係で。すごい、もうすっごい言いたい。
言いたいんだけど、まあ、ちょっと今言っていいのか分かんない。大丈夫、ちょっと起きちゃ、今ショールームやってないですか？やってないかな。言った方がいいよ。いやさ、どっかでは言おうと思ってるんだけど、今言っていいかなみたいな。言ってない。言っていいのかな。ちょっと、MC ネタにとってこい。そう、これね、私 MC で話したいなと思ってたんですけども、なんか我慢できなくって、もう話したい。でも沖ちゃんといろいろあったんですよ、ここ数日で。ここ数日でいろいろあったんですよ、実は。ちょっとみんなには言ってなかったですけど、まあいろいろあってですね。まあね、本当にね、もうね、大変でしたね。大変でいろいろあって、ここ数日、そう、ここ数日の話なんですよね。本当にあの沖縄らへん、沖縄行ったあと、うん、そう、その辺。冷戦始まりません。始まらないですけども、片付い、それがね、片付いてもないんですよね、この話は。まだまだこれ現在進行形の話なので、ちょっとね、いろいろあったんですよ、もうちょっとこれは。これはね、ちょっと今度 MC で言いたいっていう話よね。すごい、現在進行形で。そうなんです。第二次冷戦、いやもう第二次とかじゃないよね、もう喧嘩についてだったらもうな、第何次なんですかね。もう相当喧嘩してますからね。違いますよ、そんな、今日ご飯行ったって言ってるくらいですからね。ムキちゃんとはね、相当喧嘩はしてきましたからね。もう覚えてないぐらい多いよ、すごいたくさん。もう覚えてない、本当に何で喧嘩しとったかとか覚えてないんですけど、いろんなことで喧嘩した。でもおきちゃんマイキューのこと好きだと思うよ。姉妹感えぐい。え、どっちが妹でどっちが姉なの？どっちが妹？原因はどっちが多い？いや、これはおきちゃんが話したら原因が私になるし、私が話したらおきちゃんが原因になるから。
これはどっちも原因、本当にどっちもどっちだと思うな。私が妹だって。マジか。でも年的には私の方がお姉ちゃんですけどね。いや、皆さんそうやって見えてるだけで、実はプライベート私の方がお姉ちゃんっぽいかもしれないじゃないですか。あーでも違う、確かに妹気質なんかな。ソラハがお姉ちゃん、いやそれな、それなすぎるわ。ソラハが一番お姉ちゃんだわ。一番お姉ちゃんすぎて。オキちゃんは甘えてそう。オキちゃんなんかすごいね、その時によるかもしれんね。もううわーかまってかまってみたいな時もあるし、そうじゃない時もすごい、その時による。お姉ちゃんっぽかったら新幹線で寝過ごしたりしないよ、だって。ごめんなさい、私は妹です。新幹線を寝過ごしました。起こしてください。その度は誠に申し訳ございませんでした。新幹線ネタ、いやなんかこれをね、なんかユミリンさんに言われると一番ねグサッとくるんですよね。なんかユミリンさんがたまに言ってくるんですけど、ユミリンさんに言われるとやっぱグサッてきますね。なんかそうですね、新幹線大好きじゃないですか、ね、ユミリンさんたまに言ってくる、グサッとくる。ありがとうございます。なんかちょっと心にグサッとくる、あっみたいな、あすいませんってなる。なんかユミリーさんの何だったっけな、お父さんお母さんわかんない、なんかこの話が大好きみたいな。なんかこの話が好きらしい、私が寝過ごした話が好きらしい。どういうことなんでしょう。ありがとうございます。新幹線で、でもなんか今までそんなことがなかったんですよ。でなんかそれ以降私が寝てる時に着く前にこう起こしてくれたメンバーにすごいありがたみを感じるようになって、もうよりよりありがたみを感じるようになって、その寝過ごした時の次の新幹線に乗った時にみちゅさんが起こしてくれたんですよね。みちゅさんありがとうございます、私を新幹線で起こしてくれてありがとうございますみたいな、もう本当にもうありがたみが増して増し増し、もう
あんなことがあったから私はもうすいませんありがとうございますって感じで、さすみちゅさすみちゅ神でした。お風呂から配信してる、よくわかったね。そう、お風呂から配信してます。新幹線では寝ちゃうね。なんかね、今日も乗ったんですけど、そうですねそうですね、あの朝早かった、言い訳するんですけど朝早かった、4時間かかるんですけど、まあ、3時間半ぐらいは寝ましたね。眠くなる。でも聞いてください、ポケモン GO を始めてからですね、新幹線の中でポケモン GO をまあしてみようってことになって、でもこう新幹線早すぎてポケモンはまあ捕まえられないんですよ。だから新幹線の駅に着いた瞬間にポケモン GO を開いているかなポケモンみたいな、その駅にポケモンいるかなっていうのをあの頑張ってます。駅に着いてちょっと開けてみる。じゃあ収集癖が。新幹線の速さはね、そう、なんか運転手じゃありませんかって出てきます。運転手じゃないよ危ないんでね、運転しながらは、うん、ありえないスピードで移動するんで速いよね新幹線。どこで撮ったとか残る、うん、広島県〇〇で撮ったみたいな。療養中から始めたんでね、元気になって始めたんで、12月入って始めたんですよそう、だいたい12月ぐらいに回復はして、徐々に。そうなんです。ね、今何時ですか？私はこう時間がさ全くないから分からん。サニーゴ捕まえた、サニーゴ捕まえたよ、サニーゴ沖縄で捕まえたなんか沖縄のポケモンなんかな、なんか海系が多いらしい。2243、何時からしたっけ、9時半か
43分らしい。あ、1時間経っとるね。何時までするの？いや、全くそれが決めてなくって。そうなんや。お疲れ、ありがとう。え、明日夜配信できるんかな？え、できん。これはできん説あるよね。アフタートークあるもんね。FNS をできないね。朝、え、明日何時なんじゃろうね。ちょっと分からん。だから、ね、この今配信しようってなんか LINE がいっぱい来てたんで、多分明日の予定がもう来てるんだろう。ちょっと朝できたらするわ。チケット使えば。もうチケットがないんです。ないんでございますよ。なんかね、終わりません。まだ戻らない。そう、復活しないの。言ったんだけどね、もう一回言った。あれって。使い果たしました。9日今日毎日アイドル。キュー。なんで？じらされてる。チケット返そうかなって。チケットっていうか毎日アイドル。ウィー。まあもう戻ってこんかったら戻ってこんかった時や。チケットどうしたらもらえる？なんかね、毎日アイドルしとる人が1ヶ月に1枚もらえる。毎日アイドル10日以上してる人かなが1ヶ月間に1枚もらえるって感じなんです。でも全部そう、何枚も貯めることはできなくて、確か上限、持てる上限みたいな枚数があって、2ヶ月に1枚ぐらいのペースでもらう、もらってた。私はだからまだ毎日アイドルのチケットはもらえない。9日だから10日以上してないとみたいな感じなんですね。毎日アイドルってメリット何なの？分からん、分からんけど、なんかさ、もう500何日続いとったんよね。なんかさ、ちょっとだけショック。ちょっともうなんかあんま気にしてなかったんだけど、でも500何日って1年以上なんじゃなとか思っとったら、ちょっとだけショックだな。ちょっとショックやと思った。うん、千日記念。千日は難しいね、なかなか。千日すごいね。千日続けてるメンバーすごいと思うもん。
そうだよ、できる時にしようっていうスタンスなんだけどね。もうなんかね、もうなんかなんやろ、なんかルーティンみたいになっちゃって、マジでショールームとの付き合いは長いんですよもう何年って感じ、うん、長いんです。毎日マイキュー見てる？イエーイ毎日マイキュー、どうもありがとう。オーディションの時もやってたしな、やってた。私さ、ドラフトのオーディションの時さ、なんか休日、あ、なんか時間決まってたんですよ。5時からみたいな、夕方5時から10時までとか、なんか決まってたんですよ。何時間しか配信できないみたいな。できる時間全部しようって思ってさ、休日はさもっと長くできるんよね。休日ショールーム多分10時間ぐらいやったことがあってさ、今考えたら10時間も何を配信するんじゃと思うんやけどなんかさ、そのなんかオーディションの時めっちゃ配信したことある。ありがとう。高校生、そう高校生やったオーディションの時は。7限が終わってすぐ帰るかしよったかな。7弦6弦7弦10時間何してた。本当に多分5時間ぐらいはクッキー焼いてました焼きすぎやろ。学校終わりの夕方、7限あったな、7限あった、7限か6限だった授業がいつも。もう高校3年生の時は毎日7限あったかも。でもなんかね、私受験しなかったんで、なんかセミナーみたいな感じだったんですよ7限目は。なんでちょっと帰ってましたちょっとショルムするんでとかって言ってすいません、これが私の受験なんすよみたいな。ちょっとそう7限目帰ったりしてましたね。間違ってない、間違ってないよ、そうよ、そう。いいよ、ありがとTU 大学、大学ではないですけど大学の年なんでね、入ったのが。先生なんて、もう先生もう優しかったよ、もう。頑張ってください中村さんってもうなんかすごいね、優しかったです。もう引き止めもなかったですね、はい、あんまり、まあ、塾の先生にはめっちゃ引き止められましたね。塾の先生はなんか大学は人生の夏休みだって言ってなんかすごい絶対に行った方がいいよみたいな。そうなの夏休みじゃない、でも忙しいんじゃないんかな、
どうなんやろ。夏休みやめてほしい、バイ教員って。あ、教員の人が見てるのすごい。もうあ、ちょっと私の学校のエピソードはあんま言えませんね。あんまりちょっと確かにそうですね、人によりますよね。教授なのかな、ちょっとひえ。大学行きたい、あの学食食べに行きたい。あの学食とか憧れるよね。なんかお姉ちゃんの大学に一回学食食べに行ったんだけどね、めっちゃ美味しかった。安いのに美味しいっていう。学食だけ食べに行きたい。いいよね学食。お姉ちゃんについてって一回だけ行ったことあるの。え、そう、安いのに多い。学食行きたいです。学食行けるよ。え、でもなんか一人で行く勇気はないかも。わかんないしね。サークル何に入りたい？帰宅サークル。どうやって、いかに、どうやって近道をしながら帰宅するのかっていうサークル。帰宅サークル。そのようなサークルはありますか？本気の帰宅。北さん、ワイも入ってたよって。そうなの？アルバイトもできる。アルバイトね。アルバイトね。私ガソリン入れたいんですよね。ガソリンスタンドがいいな。俺、はい、OK です。レギュラーですか？窓拭きます。入れたことない。でも車も持ってないし運転もしないから入れたことないんだけど。廃屋で、なんか種類あるよね、3種類ぐらい。何が違うかようわからん。廃屋って何なんかな。ありがとうございます。中村舞セルフ、セルフ入れた。セルフで入れる係になる。勝手にセルフ
軽油、軽油ってなんなんかね。セルフにあの知らん人立っとるみたいなね。セルフじゃないけど確かに。やりたい。私洗車とか大好き。洗車中にいる方。なんか家の車とか洗車するとき絶対に中にいた。なんかさ、ガソリンスタンドってワクワクするよね。しない？あとうちのお姉ちゃんガソリンスタンドのなんかあの匂いが好きらしい。なんかお姉ちゃんガソリンスタンドに行ったら窓を開けてね、いい匂いじゃんって言いよった。たまにいるね、なんか好きらしい。姉キューの匂いフェチも結構独特なんですよ。なんか独特、姉キューの匂いフェチもなんかね、例えばなんかうちのおじいちゃん、なんかおじいちゃんの香りが好きみたいになってて、なんかおじいちゃんの香りが好きらしい。うちのお姉ちゃん。なんかなんやろう、なんかちょっと渋めの香りが好きなんかな。あとなんかおじいちゃん家の家の匂いとかも好きらしい。いいね、ありがとうございます。なんかうちのおじいちゃんいい匂いするよねみたいな言いよった、うん、お姉ちゃん結構独特じゃない？お線香、あでも私お線香っていうかそういうお香系は好きかも。線香も好きかも。なんか落ち着く。ありがとう。どんな香り好き？おしぼりとか好き？あの布タイプのおしぼり、布布っていうかなんかのよくあるタイプの、あったかいやつがいい。おしぼりは他のやつが好き。なんかさ、めっちゃ星になっとる。なんでなんじゃろ。なんでなんやろ。おしぼり、星ワードだ。元気、ありがとうございます。ち独特。タオルもダメ。みんなが星ワード書いてる。 NG ワード。試しよる、みんなが。なんでダメなんじゃろうね、ほんと分からん。タオルもダメ、ガソリンもダメらしいよ。みんな言う、じゃあ星？へへ。
しよ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 し。私のショールームで試してるでしょ。今あれ荒れてる。動体視力切なすぎる。動体視力声が、やばい、意外が、私の声意外がですか。中村舞謎ソング、謎ソングじゃないよ。鼻歌テイク、ファーストテイクならぬ鼻歌テイクやりましょう。私がふんふん歌いますよ。イントロドン、私でもイントロドン前やってたよね、ふんふん言いながら。STU の曲でやってた気がするんじゃけど、やってたよね。難しかったっけな。難問？なんか一個やってみよう。STU の曲にしよう。うん、そうだな。これ簡単じゃ。ああすごい。まあこれは確かにサビと一緒やもんね。船降り、船から降りた僕たちは。喉やば。アレンジすごい。全然アレンジしてないよ。一個もノーアレンジなんだけど。してないしてない。ちょっと待って、ちょっとね、 STU の曲いっぱいあるんだけどね。うーん、うーん、何がいいかな。そうだな、すぐ分かる、これ分かりやすいよね。あ、いきます。やったことあるかもこれ。はい、終わり。ありがとう、ありがとう。やったことある。これ正解出てるし。
ふん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 あの聞いてみてください違う？一緒よ。むずい。正解聞いてもわからんわ、悲しい。なんでや。そう、イントロです。アウトロドンにしようか。ちょっとね、スティーの曲思い浮かべても割と頭サビから入ることがやつ多いんですよね、意外と。金さんありがとうございます。中村舞です。アウトロ難しそう。中トロ、中トロ、大トロ。ちょっと私の中トロ大トロで思い出した、最近の味覚の変化がありましてですね、お寿司で中トロ大トロとか、私もなんかトロの部分がめっちゃくちゃ好きだったんですけど、最近なんでかわかんないんですけど、なんかちょっともたれるようになってきて、すごい白身魚とかを求める傾向になったんですね。すごいなんかこう大人になったのかな。なんかいや、もちろん好きなんですよ、中トロ大トロ大好きなんですけど、まあ1貫や2貫でいいかなみたいな、もうちょっとでいいかなみたいな。しかも最初の方に食べないと、最後の方に食べたらもう脂が結構くるから、まあ、あっさりめのお寿司にすごい惹かれるようになってしかももうめっちゃわさびつける油がね早いって言われる。私の最近のお寿司食べてて気づいたんですよ、なんか最近の味覚の変化で、なんかなんかタイのお寿司とかもめっちゃ好き、なんかこうあっさりめのお寿司とかすごい好きです。マグロも赤身が美味しいな、結構あの赤油があんま乗ってのあっさりした赤身の部分もうめっちゃ好むかも。え、ブリとかは大好き、ハマチも。お肉はねあんま食べてないな最近いや食べてるんだけど、めっちゃ食べてるかって言われたら、なんかステーキとか全然食べてないな、なんかお肉肉しいお肉はあんま食べてないかも。でもね、心の中ではすごいホルモンとかめっちゃ食べたいんですよ、けど多分あんまり食べられないカルビとかは、え、ちょっと私ね、カルビとかなんかわかんないんですよ、どれがカルビなのか。食べてわかりますか、カルビって、これはカルビだなとかわかる？なんか牛肉か鶏肉か豚肉の違いは大抵わかるんですけど、その部位の違いがあんまわからん。あ、タンはわかるわ。ハラミとかカルビとかの区別があんま、ロースとかわからんわからん。なんなんやろ。わからん。普段どんなお肉食べてる？豚肉？鶏肉？なんか牛肉はちょっとお高いですよね。
お腹すいた。カレーのお肉は何？家で作るんだったら絶対に豚肉なんですけど、チキンカレー好きです。牛肉じゃない。牛肉なのみんな。家のカレー何派なの？豚肉？ビーフ？ビーフって牛よね。豚肉派の人多い。チキンの人もいる。でも豚肉派の人多くない？牛肉派の人もいる。え、これ地域で違うの？そうなの？シーフード？あ、ちょっと待って、そりゃちょっとノーマークだった。シーフードね、いいね。シーフード、うちのおばあちゃんはシーフードでしたね。おばあちゃんが作るカレーはシーフードだった。なんかじゃこ天とか入ってたカレーに。なんかじゃこ天入れたらシーフードになるんよカレーが。そう、じゃこ天魚のすり身ですからね。カレーにチーズはあり？ありだけど入れんかも。ワンちゃんお肉なくてもいいかも。カレーに、家で作るカレーにお肉入ってなくてもいいかも。人参と玉ねぎが入っとけば私いいな。玉ねぎだけでもいい。ワンちゃんも納豆いいね。生卵もいいよ。じゃがいも？いや、ですね、じゃがいもは別に入ってなくていいんですよね。じゃがいもはね、あんまり入ってなくていいかも。って言われる。いやね、じゃがいもってなんか特殊ですよね。なんかあの人じゃがいも、なんか芋って何みたいな。芋ってさ、なんかなんなんみたいな感じで、なんかあの何ですかね、野菜なんみたいな。 あんた野菜の仲間なん、ご飯の仲間なん、どっちなんみたいな。でんぷん、え、そうなんや。え、なんかそのことを考えよったら、なんか私じゃがいもご飯派だと思ってるんですよ。その炭水化物、そうだから野菜てかあのご飯の仲間だと思ってるんで。根菜、マックのポテト好きやん。え、好きなんや。あのね、質量感じんじゃがいもがめっちゃ好きなんや。ポテチとか大好き。質量甘感じんじゃん。薄いしさ、罪悪感もあるんですけどないんですよ。あもうゼロカロリーなんか質量ない、な食べ物全般なんですけど質量ないもの結構好きなんですよね。ポテチは大好き。
カリカリに揚がったポテトも好き。わたあめ、え、大好き。なんかそういうさ、食べてもさ、体重計に乗りながら食べても増えないじゃん、絶対。でもさ、なんか重いもん食べたら絶対増えるじゃん。あの多分今後この先何日かここに体重は増えるんだろうけど、あのその日が軽ければいいやみたいな。質量ないものが好き。じゃがいもほろほろ、いや、じゃがいも好きですよ。ただ君は野菜なんだい、炭水化物なんだい、どっちなんだいって気持ちになります。どっちなんだい？パワー思いませんか？マイキューらしい。質量なければピザ野菜だよって。ピザ食べたい。私なんかコロナになった時にね、食べたいものリストめっちゃ作ってたんですよ。もう食べたいものがいっぱいやりすぎて、もうメモにこれ食べたいこれ食べたいってもうわーって書いてたんですけど、いざ復帰 してもそんなに食べてない。なんか重たい。何が一番食べたかったか、ラーメンかな。ハンバーガー、え、なんかやってるよね、グラコロ、グラコロだっけ、マックやってるよね。食べてない。私ね、あんまりハンバーガー食べんくってさ、たまに食べるくらいかも。でもショールームで月見バーガーは食べた。サイドメニューが好きなんよね。ナゲット、沖縄で、え、ちょっとさ、私沖縄でね、唯一一個だけ食べた沖縄の料理があって、あのそれも療養中に食べたんですけど、ポーク卵っていう、なんか、まあ、略してポータマっていう、なんか、あ、なんだろう、スパムおにぎりみたいな感じの沖縄のなんか名物がある、ポータマっていう、なんか、うん、おにぎりなのかな、なんかね、卵とあとなんかスパムが入ってて、え、そう。でもね、その療養中だったので味が全く分かんなくって、そう、なんかもう一回リベンジしたい。これはリベンジしたい。味が分からんくってね、質量は結構ありましたね。
そうそう、ちょっと平たいやつ、こんなおにぎり、おにぎらずみたいなおにぎり。これはね、もう一回食べてみたいですね。結構大きい、なんかもうこれくらい分からんと思うけど、これくらい、こんな、ありがとう。それはあ、お店によるのか。私が食べたやつはこう、これこれ結構大きめ、平たい大きめだった。海苔が巻いてある。海苔、海苔ちょっとリベンジ、それはしたいね。あとは沖縄そば食べたい。もうすぐ2時間。嘘、ちょっと待って、確認しよう。てかね、多分もうすぐね、充電がね 20% なくなるんよ。 20% ですよって出そうもう充電が消えます。そろそろ、じゃあちょっとね、ご飯も食べます。やっぱやめとこうかな、うん、悩むこの時間明日ね、明日見てください。なんかすごいソフトクリームみたいな、ありがとうございます確かにむくみ取れるか、夜だから。軽く軽く食べます。乾杯、ありがとう。なんかさ、ご飯食べたら絶対に食後になんかカフェインっていうか、コーヒーかカフェラテか飲まないと気が済まなくてさ、飲んだらさ、目がめっちゃ冴える。でもなんかね、絶対になんか食後に飲まんと気が済まん。なんかそれまでが夕食って感じがする。全く同じ。なんなんやろね、あの現象。本当になんでこう食後にコーヒーとかって飲みたくなるんでしょうね。コーヒーっていうか、まあコーヒー、ブラックじゃないですけど。今日あのコンビニに行ったらカフェラテの機械がちょっと壊れてて、コーヒーの機械はやってたんですよ。で、あのコンビニ行って、そのお昼ご飯の後に私コーヒー買ったんですよね。でコンビニ出て、そしたらおきちゃんがあれみたいな、私カフェラテ飲もうと思ったんやけど機械壊れてできんかったよねみたいな言ってきて、え、そうよって、私これコーヒーやけんねって言ったんやけどさ、みたいな、私がそのシロップとミルク入れすぎてもうカフェラテをカフェラテみたいな色になってたから、みたいな、それコーヒーなみたいな。そう、カフェラテ自家栽培色が変わるまで入れます。
そう、自作でできます。皆さん、コーヒーはカフェラテにできます。激甘が美味しい。いっぱい入れましょう。ガムシロップ、うん、0キロカロリーのガムシロップとかあるよ最近。0キロカロリーだね。0キロカロリーで飲めちゃう。そんなこんなで配信をそろそろ終わろうと思うんですよ。サミチーかわいい。サミチーって言われた。かわいい。あとあと FNS、はい、ぜひ見てください。明日夜です。残り 20% が出た。ちょっと待って、止まった、動いてますか。うーん。動いてる。肩の運動。もざった。嘘。最後の最後にもざらないで。上司じゃないのにありがとう。でもね、割と元気になってきたよ。ありがとうね。炎上予防。ちょっと待って。ね、トールさん、まさきさん、かきひろさん、刀剣太郎くんさん、まゆたみさん、きなぺこさん、くまねパパさん、うまちゃんさん、おいでませ元気さん、りょんきゅうさん、ゆずきちさん、パオさん、あさかさん、ありがとうございます。ございます。皆さんおやすみなさいませ。ませ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 。長時間ありがとうございました。今日って何曜日だったんですか。ちょっと曜日感覚がなくてマジで何曜日なんかが分からん。今日火曜日やったんか。みんな火曜日お疲れ様。あと何日か寝たらお正月。あ、明日朝起きれたらやります。起きれなかったらやらないです。もう起きれたらやります。ういだ。はい、ということで多分夜配信できないので朝です。多分めっちゃ早くはやらないです。はい、じゃあね。おやすみ。配信を見てくださった皆さんありがとうございました。おやすみなさい。またね。おやすみ、ラブ、バイバイ、またね。ラビュー。5時ですね、了解です。おやすみ。またね、明日。じゃあね。3、2